注文したら驚かれた。スタバの新作カスタム紹介するな。今日からスタバでピスタチオのフラペチーノとラテが販売されてるんやけど、もうみんな飲んだ？ラテの方は明日飲むんやけど、今回はフラペチーノのおすすめカスタム見つけたから、先にこっち紹介するな。それがこんなカスタム。題して、キャラメルピスタチオラテフラペチーノ。もう名前からして美味しいの伝わるやろ。ところがどっこい。めっちゃ美味しいね。まずミルクをアーモンドミルクにして、中にローストっていうフラペチーノ用のコーヒーを入れて、上にキャラメルソースとココアパウダーをトッピングしてもらったカスタマイズ。これ注文したら店員さんにめっちゃ美味しそうですね、これパクテイですかって言われたから、あがん言うたった。ほんでその店員さんにドリンク作ってもらったんやけど、めっちゃサービス精神旺盛で、キャラメルソースもココアパウダーも多めにしてくれてん。ただこのカスタマイズもおすすめなんやけど、アーモンドミルクじゃなくて普通のミルクでもいいかも。なんかこのドリンクでアーモンドミルクに変更したらいつもよりアーモンド強く感じてん。今回はコーヒー追加したカスタマイズやったけど、また甘党向けのカスタマイズも紹介するからフォローして待っといてな。ぜひ好きな方で試してみて。